現在地ここです。よいしょ、見えるかな。あとこう行きます。一歩ずつ。よいしょ。ちょっと山頂ズームしてみますね。それ。あ、結構見えるな。ここか。よいしょ。よいしょ、こっちも展望いいですよ。はい、奥高い山、北アルプスでしょうかね、見えますね。谷川岳。はい、あとほんの少しです。頑張れ。もうちょっと。もうちょっとが何回もありますけど、本当にラスト。はい、日光白根山到着です。いや、お疲れ様です。もうあのスタートしてますんで、ちょっとこっち撮ってもらって。あ、いいですね。入りました。じゃあこっち回りますんで、すいません。じゃあこっち回りまして、そのままで大丈夫です。はい、でこの3名分だけ入れてもらって。はいはい、はい、はい、到着しました。はい、はい、ありがとうございます。はい、五色沼も綺麗に見えてます。よいしょ。はい、360度展望、すごいですね。少し雲出てきましたけど、今日は登山日和です。で、あそこが山頂です。よいしょ。では、お昼ご飯にします。今日のお昼ご飯は、母さん何でしたっけ？はい、ではですね、今日のお昼ご飯です。あ、パンパンになってる。おお、どんどん焼き。あ、気圧のため、パンパンになってますね。それと、魚肉ソーセージ。おお、もろこし、わたろう。これもパンパンだ。あとは、この、なんだ、ライトミール、これもパンパンになってますね。ライトミールね。何から何まで、うわ、これもパンパンだ。気圧の変化で、パンパンになってます。はい、お昼ご飯は軽食ね。いただきます。はい、もろこし渡郎です。ちょうどね、チョコレートもこういう時疲れてる時いいですけど、今日は塩気が欲しかったからちょうど良かったです。すんごい美味しい。バタロー最高。魚肉ソーセージもいい。あっさりして、すんなり食べれてね。今日の昼ご飯は正解、大正解だった。たまにね、ちょっと失敗する時もあるんですけど、今日は良かったです。日本海はちょっと見えないですかね。日本海は
天気いいとね、もしかしたらね、見えるかな。どうでしょうね。今日すごく天気いいですけど、さすがにね、日本海までは見渡せないですね。はい、ここも絶景ですね。はい、奥は尾瀬ヶ原の日内ヶ岳でしょうか。今日は最高ですね。天気は最高。とは言ってもね、私たち今年奥穂高岳とかにも登りましたけど、その時はもう雨風強くてね、去年槍ヶ岳にも登りましたけど、その時も台風明けでね、ひどい目に遭いました。ね、あそこに何だろう、神社みたいなのがあるのかな。あれは何だろうね。あれは何でしょう。最大ズーム。湿原だね。くう。ね。ちょうど紅葉してるね。はい、下りはこんな感じです。最初ギューンと下って、あとね、だんだんなだらかになっていくって感じですね。はい、だいぶ下ってきました。矢田ヶ池っていうんでしょうかね、の湖畔のすぐ近くに来てます。あとはね、だんだんとなだらかになっていく登山道を通りながら、ロープウェイのね、山頂口に向かいます。はい、だいぶ下ってきました。もうね、あと1時間もかからないで、山頂口の方にね、ロープウェイ山頂口に到着すると思います。このもね、だんだんとまた、樹木がね、の生息域が広がってきてて、今あるのはシャクナゲ、まあシャクナゲはね、低木ですけど、ダケカンバがありますね。あのほうき状の、これがたくさんあるんですよ。そっちずーっと見るとね、ほとんどすべて、このね、ほうき状のものは、ダケカンバです。ダケカンバはちょっと幹が茶色くなっているのが特徴で、すごく似てるので、シラカンバ、シラカバと呼ばれているね、樹木もありますけど、まあそれはね、すごく白いんです。幹の色がね、だから茶色くなっているものはダケカンバだと思って、まず間違いないです。ちょっとしたね、樹木トリビアでしたね。はい、こちら七かまどの実がなっています。残念ながら紅葉は終わってしまいましたが、綺麗な赤い実がね、赤い実をつけていて、非常に趣深いですね。あっちも七かまどかな。はい、現在地ここですね。ここまで来ました。帰りはこう行って、山頂駅に向かいます。はい、七色平に到着しました。観察できるように木造もあってね、いいですね。はい、こちらにですね、高層湿原植物が自生しているということです。ちょっとね、もうあの秋深まってきてしまったんで、よくわからないですけど、まあこんな感じでね、時期が良ければね、花とか楽しめるんじゃないかと思います。はい、最後は駆け足になりましたけれども、ようやく到着です。長かった。はい、このゲートをくぐればね、もうね、到着山頂駅、すぐそこです。よいしょ。はいはい、はい、お疲れ様でした。息にも取りましたけど、このオレンジ色の、なんだ、ハウチを描いてたかな。綺麗ですね、すごい。うわぁ、黄色だね。あ、これ七かまどかな。七かまどまだ若干葉っぱ残ってんのもあって、ハウチはカエデかな。ハウチはカエデ。いや、美しいね。はい、今日は、とてもね、天気も良くて良い一日になりました。なかなかね、こういう良い天気に恵まれるってこともないんですけれども、
いい天気の日にはね、すごく景色も良くて、また時期によってはね、このように紅葉も見れて、すごくね、楽しい登山になるかと思います。もちろんその紅葉って言っても、よくね紅葉の最盛期なんて言って、山がね一面オレンジ色赤色に染まる時期もありますけど、時期がね例えば早くなったりしてもね、その時期に赤くなる樹木もあり、また遅く、紅葉を迎える樹木もありますので、そのね、違いをね楽しむのもまた、登山の魅力の一つなんではないかなと思います。はい、ではね私たちこのまま家路に着きます。皆様ご視聴ありがとうございました。さようなら。